の防犯教室が始まるよ。これはみんなが危ない目に遭わないための大事なお話です。外に出かけるといろいろな人がいます。ほとんどの人はいい人ですが、中にはみんなに触ろうとしたり怪我をさせようとしたりする人がいます。だから自分で自分を守る方法を覚えようね。ところでみんなはイカのお寿司は知っていますか？これはみんなが危ない目に遭わないようにおまわりさんたちが考えたお約束です。知っている人はおさらいで、知らない人は今覚えましょう。イカ、イカのお寿司のイカはイカないのイカです。せーの、イカない。何かをくれるとかゲームをやらせてくれるとか言われても、知らない人はもちろん、知っている人でも約束をしていない人にはついていかない。のイカのお寿司ののは乗らないののです。せーの、乗らない。車に乗った人に道を聞かれても、家族の人に頼まれたから乗りなさいと言われても、お約束をしていない車には乗らない。イカのお寿司のおは大声を出すのお。せーの、大声を出す。なんか嫌だな、怖いなと思ったら大声を出す。その時にわーとかキャーだと遊んでいると思われるかもしれないから、助けてと叫びましょう。す、イカのお寿司のすはすぐ逃げるのすです。せーの、すぐ逃げる。逃げるときに急に道路に飛び出したりしないようにね。し、イカのお寿司のしは知らせるのし。せーの、知らせる。何があったか大人に知らせて、おまわりさんに捕まえてもらいましょう。イカのお寿司、覚えたかな？それではみんなで、イカのお寿司を守る指切りをしましょう。せーの、指切り円満。よ、できたね。悪いことをしようとする人は、誰かに見られないように隠れていることが多いです。みんながかくれんぼできるような場所には一人で行かない、一人にならない。あと公園や外のトイレは誰かが隠れているかもしれないので、できるだけ一人で行かないようにしようね。遅くなると暗くなるので人も少なくなります。なるべく早く帰るようにしようね。そして悪い人には近づかない。捕まらないように話すときは両手を広げたぐらい離れましょう。もう一つ大事なお話、後ろも気をつける。後ろからついてくる人がいないか時々振り向きましょう。オートロックのマンションの入り口、駐輪場、エレベーターホールも誰かいないか確認してね。家に入る前にもただいまと言って後ろを振り向きましょう。もし誰かいたときは、子供110番の家や近くのお店、近くの人に助けてと言いましょう。歩きスマホをしていると狙われやすいし、危ない、やめようね。エレベーターは知らない人と二人きりで乗らないようにしましょう。なるべく入り口のそばの壁に背を向けて、すぐに非常ボタンを押すか防犯ブザーを使えるようにしましょう。
後ろに人を立たせないようにして、何かあったら全部のボタンを押して止まったら助けてーと大声を出し逃げましょう。みんなは周りの人たちに愛されて育っています。ほとんどの人は優しい人ですが、中には変わった人もいます。見た目や話し方でいい人かどうか分かりません。何か変だな、なんか嫌だな、そう思う心の中の安全センサーで自分の身は自分で守る力を育てましょう。一家のお寿司のお約束を守って、何かあったら大声で助けてーと知らせてくださいね。このお話をお家の人にも教えてあげてください。家族で危ない場所はないか、守らないといけないことは何か話し合っておきましょう。